皆さん、こんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。当チャンネルは釣り車中泊や DIY 関連の動画を中心にアップさせてもらっています。よければチャンネル登録をよろしくお願いします。今回は高浜から出船してマイカを狙います。出船時間は15時だったので、ゆっくり小浜あたりで買い物と釣り具屋でフラッシュブーストや餌巻きを買おうかと思って9時半に家を出たんですが、ご覧の通り、湖西道路が大渋滞です。唐崎から真野インターチェンジまで1時間半もかかった上、鯖街道では片側通行工事で大渋滞。ゆっくりする予定が、昼ご飯も食べれずにスーパーで買い物をして、現地14時半到着です。5時間かかった原因は、高島町で自衛隊フェス開催があったようです。高島町には陸上自衛隊があるので、ブルーインパルスがうなりしていたようです。運転でヘトヘトになりながら15時、灼熱の中出船です。夜までは餌で魚を狙いました。船長に聞くと天秤でする方が最近はいいようですが、どちらにせよあまり釣れないよ、とのことでした。カバンを探しましたが天秤がなかったので、天秤なしでやりました。結構潮が早かったので、ゆっくり下ろすことで絡みなくなんとかできました。みんな虹取ってるし。いや綺麗よ、ほんま。あんなくっきり出んの。レンコかな。レンコっぽいな。だいたい天秤つけてへんもんね。天秤忘れたから。これだけや。ほらレンコやった。あら。うん、あれなくてもいけるで、あのあれなくても、うん、めっちゃ飲んでるし、天秤なんかでつけてねえし。針数何メートルだ。針な、6メーターにしたかな。うん、で2本針かな。わ、飲んでるな。天秤の方がええな。うん、味っぽいけどな。うん、止まったな、あれが。何やろ。ほら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 、タイちゃう、タイちゃう、これタイっぽいよね。ピカピカ。うん、ピカちゃん。あ、タイやね。マダイやね。チチダイや。あ、チーやわ。チーでした。チーでした。あ、ここの赤いとこ、ほら、ここより赤いやん。あとね、ここ黒くないやん。ここが黒いから、マダイは。あ、そうなん。うん、キワが。チーやったけど、まあまあ、ええサイズやね。よいしょ。日も暮れる前に、イカのポイントに到着です。今日もやります。ブースト VS 餌巻き捨て。第4回戦になります。新色を追加する予定が、渋滞で購入ができませんでした。仕方なく同じカラーでやってみます。ここ最近の釣果は、前回の釣行からの間に新しい群れが入ってきたと嬉しい情報があったんですが、あっという間に消えてしまい、相変わらずの厳しめなようです。水深60メートル、棚は40メーター前後で釣れるとの船長説明だったので、重り20号の重り具でスタートしました。メタル40メタルでやろうかな、俺も。はい、フラッシュブーストでいきます。40ちょいね。ブーストか。
後ろで釣ってた後輩が40メーター距離で釣れたようなので、メタルに持ち替えて、ついにブーストで来ました。幸先よく釣れたので、今回はブースト反撃かと思われましたが、少し前から目の前で鳴っていた雷が、雨とともに浮上してくるようなので、しばし避難となりました。ちょっとあれでしょ、片付けよう。マジか、これやばい風やな、この雰囲気の風。これは雨来るわ、ほんまなあ。まさにこれからというところに水を刺されてしまいました。再開は9時。ここで状況は一変しました。今まで当たっていたメタルがさっぱり当たらず、重り雲、波があってかなり釣りにくい状況です。ここで船尾で胴付きをやっていた先輩が、餌巻きで棚10メーターで乗せました。どうも棚ブレが大きいようなので、ここからは一本置き竿で胴付きをレーダーとして発動します。私はこれをハイドロエレファント調法と名付けています。詳しい考え方は動画を上げていますので、そちらを参照にしてください。簡単に言いますと、置き竿でイカのいる棚を自動巻きで探ってもらうって情報です。胴付き仕掛けは勝手にそこから微速で巻き上げるので、当たった時にカウンターを見てプラス10メートル前後にすかさずメタルや重り具仕掛けを入れるようにします。こうすることでなるべく早めに棚をキャッチし、群れに仕掛けを入れれると思っています。分を吸って10メーターの一番下、重りから枝を出して、ここの部分には餌巻きまたはブーストをつけました。台輪の電動ですと巻きスピード9でゆっくり巻き上げます。するとこのように当たりが出てきます。今回は残念ながらバレました。ただ当たりがあった棚をすぐに確認して、手持ちの重りをすかさず合わせます。うまくいけば釣れますが、毎回そううまくわかりませんが、この棚にいると確信して穂先に集中できるので釣れる確率はぐっと上がります。この後もブースト、餌巻きと胴付きと手持ちに使い続けました。結果は最後にお伝えするとして、胴付き仕掛けは途中から10メーターもある釣手を外して誘いました。何度か当たりがあって巻き上げては取り込みでバラシをやってしまったので、当たりは長いハリスに来ていると判断して外しました。10メーターの仕掛けを外したことで、これでなお一層当たり棚が分かるようになります。この情報、欠点が一つ、チャーターでしかできないってところでしょうか。日本竿は乗り合いではなかなか出せないので、そこが欠点といえば欠点です。ですが逆に乗り合いであれば、たくさんの仕掛けがいろんな棚を探っているので、当たればその棚を船内共有することでカバーができると思います。要は自分で探るか人から教えてもらうかの違いです。やってるけど結局餌巻きなんちゃう。これやったら元あれでいけんちゃう。もうメタル当たらん、うん、厳しい。色変えてるけど何やってもあかんな。これどんどん吸ってもいらんわ。ほっぱほんまいらん。なしでいける。あ、切れた。
ショット来たよ。ショット、よいしょ。最後にピタッと狙い通りに決まった画像を見ていただきたいと思います。それでは釣果を見ていこうと思います。魚はレンコに1台、塩焼きで美味しいサイズでした。イカの方は最終7杯、サイズがいいのでギリギリ納得できるラインです。線虫では20杯でした。雨と雷を境にゴロッと雰囲気が変わってしまい、厳しい釣果となりました。餌巻き VS フラッシュブーストの結果は5対1で餌巻きとなりました。特に雷の後は餌巻きが良く、これは後ろの後輩も同じく7杯でしたが、5杯が餌巻きだったので、数字としては信頼できると思います。次は舞鶴から予定しています。多分シーズンラストになるので、対決は考えずに数にこだわって頑張ろうと思います。それではまたの動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思った人はグッドボタン。チャンネル登録よろしくお願いします。